です。そう、今日三つ編みにしました。やったー。意外となんか髪なんかちょっと短くしてから髪なんましてなかった。しかもなんかストハネ、なんかとみんなマジで。めっちゃ鳴る。どうしよう。あれ？ズボンがめっちゃ汚れてる。どうしたのか。何があったのだ。何があった。おお、取れた。取れたか分かんけど。本当にお腹の音止まんない。よし、取れた気がする。
そうだそうだ、今日はお知らせがありまして、ゴールデンウィークの愛知でのアイドルフェスに5月5日の金曜日なんですけど出演させてもらうことになりました。愛知はあんまり今まで行けてなくて、なんか愛知の方にも来てって言われてる方も多数いたので嬉しいですね。そう、去年もそうですね、多分これそう去年のゴールデンウィークに多分なしになっちゃったやつかな、もう今年も呼んでもらいました。そうなんですよね、だから私のゴールデンウィークがどんどんすごいことになってきました。4日は広島にいて、5日は愛知にいて、6日は広島にいて、7日は東京にいます。だけどまた私のどこにいるかわからない状態になりそう。去年の朝起きてここはどこだ、確かに混んでそうだね、いろいろ移動も大丈夫かな、どこにいるか分からない。そう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 、ファンの方もありそうだね、どうなんだろうか。でもなんだろうな、愛知と広島は近いよね、だからこの家には帰ってこれそうな予感家に帰ってこれるか来れんかだけでも全然また変わってきますからね。すいません、ちょっと感覚バグってるんですけど、そうですね感覚バグってます、すいません。私の近い遠いは帰れるか帰れないかで決まってましたできるのかできないのかというね、ちょっとバグってますねでも日帰りきつい、でも日帰りがきつい時もあるけど、家の安心感すごいからっていうのもあるね、荷物も用意しないかんし。そうなんよね、重いよね、本当荷物が全然重さが違うから。あ、斉藤飛鳥さんがショールームする、ちょっと見ちゃおうかなちょっと見ちゃおうかな。
この写真集買ったら特典がついてて、ポスターもらえるんかな。ポスター付き、どうしよう。でも結局絶対に買うから、今日買っとこうかな今しかって感じですか。結局絶対買うんですよ。自分に購入するにしたら、え、これ本当に一冊でポスターついてくるんかなちょっと考え方合ってるか分かんないけど、一冊で本当にポスターもらえるんかなって一瞬思ったんですけど、そう、なんかセットかなって一冊でですか。ちょっと個人情報さ出てこいよね買っても今買っても出てこんよね。すごい、買いながらさこれ出てくるんだ、画面が。すごい、ちょっと買わせて入れてきます。これにしたら、すいませんね、本当に本当に今しかないんで、ちょっとすいません時間が許されてる。変えたはず、変えたはず。え、購入ログに出てこないの。え、変えてないかな。あ、出てこない。あ、これもなんかすごいラグがあるの。購入ログのラグがあるんか。分かんない、買ってる人がたくさんいて、すごい、もう分かんなくなった。出ましたか？いつの間に？もう分かんない、目が目が合う。高尾さんの
この猫のアバターを見つければいいんか。やばい、消えてる私のログが。ねえ、消えちゃった。目が追いつく前にもう消えちゃった。でも嬉しい、消えてしまった一瞬で。名前はちゃんと高尾さやかかっこ ST482 期生って書いてあるけど、ピエン。スクショした。待って、可愛いんだけど画面に映ってる全てが可愛い。モビリーさんありがとう、タワーありがとう。違った、ちょっと待って。ああそうなんだ。このショールームで買えるのめっちゃいいね。すぐ買えた。しかも画面見ながら。ガンスの時もそうやったね。確かにガンスの時いいね。買えました、安心です。なんか今日リコチもアスカさん推しで会話がすごい弾みました。通りこち仲間です。仲間でございます。モビリーさん、誕生日誕生日かな。チケット申し込んできた、ありがとう。愛知、スカイ追加ありがとう。手紙送ったありがとう。ポスター、そうポスターつくからね。そうなんです、嬉しい。あどうやろう、モビリーさん誕生日説。あ、ありがとう。ギリギリ。
ずっと笑ってる。高尾さん、モンビリーさん、あら、いいえ、あ、違うんだね。違いました。すごい、そろそろ10万人、すごいよね、10万人、そりゃすごいぞ。違った、そうかなって思っちゃったね。三つ編みかわいいタワーかな。イエス、え、すごっ。そう、直接話し会もね、そう、今できるようになったけど、もう受付なんだっけ、受付中だけど完売してるかも。ももビーリーさん、ありがとう。三つ編み、ありがとう。でも今日昼間はすごい暑かったんですけど、夜は涼しかった。風がいい感じに冷たくて、なんか自転車乗ってないけど自転車に乗ってるみたいな感覚になりました。朝もね、寒って思って起きたら布団が下に落ちてた。いい風でした。服装難しい。でも全国的にそうなんかいいな。広島に限らず。
ぱ昼間はね、ほんと半袖でも大丈夫なくらいです。明日もか。分かんない。急に合体するかな。明日はもっと暑いか。24度って書いてあるけど。24度ってもう暑いよね。ポカポカです。半袖 T シャツ半袖か。ちょっとまだ勇気いるな。25度以上で夏日。早いね。4月よね。そんなんだったか。でもゴールデンウィークは暑いっていうイメージしかないからな。そうなんか。そういうもんなんか。大阪暑いイメージある？愛知のフェスは野外。あ、野外か。野外ね。時間帯によりますね。時間帯が。めっちゃ昼間やったらもう暑いし、夕方やったらちょっとだけ風があるか。盛り上がるね。確かに日焼けしちゃう。夏のフェスいっぱいありそうね。ほんと体力つけんと。さらに夏のライブ本当にすごい。本当に エナジーという名のジュース。そうめん見ましたね、コンビニで。うどんとか、冷たいうどんとかそばとかが増えてきた。
私夏バテするんよね。夏バテしちゃうからな。今年はあんまりしたくないけど。食欲なくなる。瀬戸内レモンイカ店で昼ご飯済まそうとしてメンバーに怒られるっていう。瀬戸内レモンイカ店かね、めっちゃ美味しいよね。やっぱり食べるってめっちゃいい。食べることって。ちゃんと食べなって。そうちゃんと食べてって。だからうどんとか冷たいうどんとか、まあ、そばとか食べますけど、それぐらい。でも今年はなんだか大丈夫な気がする。今年はなんだか大丈夫。謎の自信。根拠ないです。そう良さげ。気持ち大事。確かに食欲ない時って意外となんかご飯が目の前にあったら食べれるよね。急になんかその香りで急になんかお腹空いてきたかもってなるよね。そういうもんだ。本当よ。話し会待ってるよん。免疫を上げることに心がけて。免疫？納豆とか。カレーね。確かにカレーいいね。カレーはいつでも食べれそうな予感。カレーの香りがすごいぞ。豚肉いいってめっちゃ言いますね。豚肉。輪郭好き。輪郭好き。夏ってなんかカレー作り出すよね。私の好きなカレーはキーマカレー。キーマカレーが大好き。全然作ってないな最近。最近自炊してないっていうのもあるけど。
カレー、キーマカレーを作るときは2日間ぐらい作れますね。2日昼夜で2日間で。作り方めっちゃ簡単。玉ねぎ一つ全部みじん切りにして、でそれを炒めて、でなんだっけで、ひき肉をもう入れて焼いて、でカレー粉を入れて水入れて完成。そうそのだから結局パッパッパって入れるだけだから、玉ねぎを切るのが一番時間かかる。でも今すぐみじん切りできるなんかのあるよね、便利グッズ。そうなんです、キーマカレーもいいですね、作るの。そう紐引っ張ったらできる。あとはなんだろう、私今度作ってみたいなと思ったのが鶏もも肉で作るなんかレモンのレモンダレみたいなやつ作ってみたいなって思ってた。さっぱり系。いいよね。なんかちょっと今日カラオケしようかな。カラオケ配信久しぶりの。寝てないですよ。これでも起きてます。口の中に何か隠してる。いや何も隠してません。何も隠してないです。こんな感じです。いつも何か今日もそういう方々がいる感じ今日もそういう方々来る感じ。あ、カラオケです。カラオケお話し会待ってるよ。何歌おうかな。
する心息をする心、なんてこれ充電いつ切れるか分かんないけど、いつ切れるか分からない充電さん。はじめまして。じゃあ息をする心歌いましょうかね。いや今日は一回ですよ今日は一回です。お、なんか難しくなった。あれ、どうにかなっちゃった。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のまま変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ
生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君と好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ。やったねん。わしもわしも2回やありゃしませんよ、しませんよ。何しよう次。好きなんだ。ハッシュタグ、何回でも聞きたい。神様ない。うん、いつまで全編が切れるのか。踊ったことはない。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS あげてみた。料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い。道際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気はやめないピエロたちか。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけどさ、その前に駆けつけようか。
しさを託さんだ。ハッシュタグ好きなんだ、僕らつぶやく、この胸の熱い気持ち、リプライ、君からだ、スイカの写真、空振りの僕が写る、大好きな人となう、大好きな人となう。かわいい歌。かわいい歌。好きですね、この曲。いい曲だ。あれ歌おう。シングアウト。できるのだろう、みんなが思えたらいい。自分の幸せを少しずつ分け合えば、笑顔は広がる。この想い届け、Grab your heart、 風に乗って飛んでゆけ、愛の一人ぼっちじゃないんだよ。 Say hello, say hello, say hello。 ララ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 ラ、 Happy happy everybody be happy。 ララ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 ラ、 Happy happy in youどこかにいても、わけなんか聞いたって意味がない。生きるってのは複雑だし、そう簡単に分かり合えるわけないだろう。ただじっと風に吹かれて、同じ空見上げるように、一緒にいてあげれたい。吹きさらしのその心、ぬくもりが欲しくなる。孤独は辛いよ。僕たちは孤独。
ちょっと間違えちゃった最初の文字間違えちゃった。ここにいない誰かもいつか大声で歌う日が来る。知らない誰かのために、人は皆弱いんだ、お互いに支え合って前向いて行こう。この想い届け Grab your heart、 風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ、 Say hello、僕たちはここだ。ストーリーヒー、存在に気づくように振り鳴らせ。仲間の声が聞こえるか、ブリンピース、ブリンピース、ブリンピース。ラン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 こっち？こっち？音大きくない？大丈夫かな？家の向こうに広がる海原、ずっとただ周りなんか関係ない。そうだ、何を言われてもいい、やりたいことをやるんだ、自己中だっていいじゃないか。なんでの自分も生まれ変わるかな。目立たないのが一番楽で、叩かれないことと分かったよ。だけどもう
しない、夕立もきっと来るだろう、今しかできないことがいる、絶対どんなに呆れられても思い通りやるべきだ、嫌われたっていいじゃないか、泣いて この瞬間を無駄にはしない、人生あっという間だ、周りなんか関係ない、そうだ何を言われてもいい、やりたいことをやるんだ、自己中だっていいじゃないか、まいれじゃ、生きてる意味も価値もないだろう、やりたいことをやれ、自己中で行こう、パチ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 、へっはっはっは、へっはっは、はだしでさまーん、懐かしい、懐かしいやの強さだとか、花の色の鮮やかさとか、何度も季節は巡ってどこかに忘れていたもの、誰かを好きになる切ない入り口を You know、
息をしよう。歌うかな。何歌うかな。サイレントマジョリティ。笑顔のチャンスね、ないんだよね。自己中さっき歌ったよ。ご用心もないね。あ、ご用事あるか。
ったよねあったよねありましたね。あざとかわいいにしようかな。釣られてしまいました僕が勝手に恋をしてしまったんです。君のせいじゃない。また今日も君を見かけたよ。じゃなくて僕が君を探しているのかな。女子高生が売れれている。ランチツアワーなのにいつだって目に留まるんだ。カーディガンの袖口を少しだけ長めにして両手でグーしてるのが朝と可愛い。見事に釣られました。下唇が無くせまでなんだか全部キュンとする。国旗をかしげたって見られてるって意識しているのかな。もうハマりました。なぜだろういつも目を引くんだ。この世に女の子いっぱいいるのにね。僕もみたいなタイプじゃなく、どこにでもいるような普通っぽさがいいんだ。目があってもひょとんとしてずっとこっち見てる。君のその困り顔が朝と可愛い。狙っているんですか。無意識ではなくて計算。心が読み取れないんです。悲しい顔されたわ。騙されてたってもう全然構わない。僕は君が好き。どんな仕草もどんな表情も君の思惑に僕は振り回されてる。
見事に釣られました。下唇噛む癖までなんだか全部キュンとする。小首をかしげたって見られてるって意識しているのかな。もうハマりました。面白いね、歌詞が。歌詞が面白い。はっ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 は。あれ歌おう。途中で切れたらごめんね。可愛く歌おうと思って。え、違う、怒るんじゃないですよ。怒る気じゃなくて、さやきを歌おう。おもろい、おもろい。さやきで。なんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞ってハートをついてみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりする。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕二頭筋ってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめおだててあげなきゃ。何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれて頼まれるように。さやき筋肉に抱かれたいの。いつの日かどこかで私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの。折れるくらい強
胸が熱くなるよ。腹筋だって割れてるし、これも持って。皆さんこんばんは。ヤンじゃなくてさやきです。今日はあざと可愛い系でいこうと思います。髪をかき上げながら試すように反応を見るわ。さやき筋肉を触らせてよ。どれくらい硬いの。女の子には興味津々。たくましさ見てみたいのよ。どんな感じな。ワクワクしてるわ。上腕二頭筋って美しいだね。全部持って結構レアですよね。結構レア。レア。さやき。よいしょ。この曲に匹敵するほどの可愛い曲ありますか？この曲に。最上級かな？この曲が。あ、そうなんだ。キャンディー好き好き好き。カップリングベズ。いやー、ハタガタウイルス。どういうにしよっかなー。変速何しようかな。彼女になれますか。確かに彼女になれますかも全然最近歌ってない。マンモスは違う。ちょっと違うって言ったらあれやけど違うような気がする。マンモス、彼女になれますか？まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の涙
前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達が林立てるよ。ヒューヒュー私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。正確なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。ライバルが多いから信じられない。ワンオブゼムただの遊びだったら悲しいね。試合の日には他の誰か呼んでないかな。あの噂のチアリーダーちょっと気になっちゃう。困ってるその顔も過去すぎるわ。ヒューヒュー、あなたにお弁当を作っていいですか。早起きして作っていいか答えてほしい。私がお弁当を作っていいですか。調子に乗る B 型なので叱ってほしい。嫌ならいいやとはっきり首を振ってください。チャンスに攻めないと悔いが残るから。ヒュー、ヒュー、私はあなたの彼女になれますか。ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。からのハート型で、でもあのセリフがちょっとわからんくなった時がある。なんだっけな、オリジナルアドリブでなんだっけ。その場のノリでいけるかな。ちょっと絶対変な言葉になるよ。絶対変な言葉になるけど大丈夫。ちょっと面白いんだけど。絶対ありえない、絶対ありえない、そう思ってたけどなんだか私みたいなやつね。あ、絶対ありえない。
安田版ノリで。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけだなんてうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、思い出せないのよ。ハート買ったウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。私はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらベル鳴ってたり、聞きながら泣いてたり、女の子の上の空病。ハート買ったウイルスは性格変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく。息苦しくなるの。頭ぼっとしてしまって、愛の意味気づかなかった。絶対にありえないなんて思ってないよ。ずっと前から好きかもでした。やばい。ハートがたウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。オリジナル、オリジナルです。よしちょっと変になっちゃったかな。絶対にありえないで、オリジナルのオリジナルかって、思わせてのオリジナルじゃないという。でも全然変だった、ちょっと。全然変だった。
ありがとうございます。キャーとなりましたか。いや本当にすいませんね。はい。急に顔が熱くなったね。バッテリー持ちました。ここらで終わります。ここらで終わるぞ。急なね、急に終わります。出た、アンコール作戦。皆さんのアンコール作戦だ。アンコール作戦、アンコール、アンコール。アンクール。でもこれ以上にもね、もう匹敵するほどの曲が。そう、今日はいい調子よ。好きを言わせる。なんやろ、何の曲やろ。大声ダイヤモンドですか。ああ、息をする心か。大声ダイヤモンド。じゃあ最後大声ダイヤモンドで。でも切れるかもしれんけど、切れたらすぐポチってしますね。瞳がうるうる。
いっぱいの好きありがとうございます。待ってました。やったねん。盛り上がる。確かに今ね声出し OK だから大声で戻したいなね。2期の昇格ツアーの時のセトリをもう一回してみたい。好き好き。じゃあそろそろ終わりまーす。今来たばっかー。今来たばかり。ありがとうございます。そんな風に言ってくれて嬉しいです。そんな風に言ってくれて嬉しい。充電がポチ。一回話し合おう。何を今からまたカラオケするかどうか話し合いますか。あと5曲だけでいいからって言う。5曲だけでいいから。5曲結構あるよね。明日は、いや別に早くはないですけどね。自己紹介ですか。高尾さやかです。さあやんって言います。
ジブレス。じゃあ行きまーす。爽やか、優しく、可愛く、明日しかないやん。さーやん。大きな声援をありがとうございます。福岡県出身の高尾さやかです。というわけで、次誕生買ったらお読みします。福岡県、はい、大好きだ、君が大好きだ。あ、明日は STU チャンネルとイーナ研究所さんのコラボです。楽しみます。台本まだ来ておりません。今来てるかな、もしかして。来てませんね。どうなるのかしら。夜に配信ねしますよ。でも次の日はどうなるか分からんけど、昼か朝に配信しそう。金曜日か。予定どうなるか分かんないけど、髪型ね、そう、これでもなんか公演もこの髪型でしてみたいと思った。いつもね、内巻きにするなんだけど、今日は外、そう、踊りやすいらしい。メイクさんが言ってた。メイクさんが、ベテランのメイクさんが言ってた、これは踊りやすいと思う。
しかも前髪も切ってもらった。買った。ボンちゃん、モビリーさん、ミツルンさん、ミッドナイトシュガーさん、バリーさん、フチヒさん、合っとる読み方、ヨヘイさん、モテキさん、キチネさん、イクゴピョンピョン、クジポンさん、コッペさん、ミナちゃん、マイセンさん、ロックオンさん、カホマサウサギさん、ジンタさん、F 渋谷さん、ソウルメイトさん、トシサさん、タテサマー、イヌちゃん、ニノマルさん、エビスさん、メガバイトちゃん、クモハさん、リンさん、セイヤンさん、モーマルくん、チクワドーナツさん、イナッチさん、メロンパンさん、ラクラクさん、ガッちゃん、ありがとうございます。あ、すいません、読み方間違えてる。知らぬいさんか、ごめんね。知らぬいさん、ごめんね。ありがとう。盛大な間違い方をしちゃった。おやすみなさい。会社。あ、いいですよ。ありがとう。楽しい時間。おい、こちらこそ。ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。優しかった。バイバーイ。バイ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 。おやすみなさい。たくさん寝ます。皆さんも寝れるかな。寝てください。バイバーイ。